バーデンバーデンのクアハウス有国のクアハウスバーデンバーデンのクアハウスは、シュバルツバルト地方の都市バーデンバーデンの郊外に位置する温泉リゾート、カジノ、会議場などの複合施設のこと。1824年にフリードリヒ・バインブレンナーにより主要建築物が設計された。コリ都市式の列中2頭のグリフォンをかたどったフリーズおよび 新古典風の内装などが特徴。建築当初からカジノが併設されていたが、国際的に有名になるのは、フランスで賭博が禁止となった1830年代半ばのことである。この法律の壁によって、賭博愛好家が国境を越えて集まってきた。ロシアの作家、ドストエフスキーの小説、賭博者は、作者が、 バーデンバーデンのクアハウスを訪れた時に着想を得たものである。女優のマレーネディ・トリヒは世界で最も美しいカジノと評した。クアハウスのシャンデリアカジノのホールに世紀にわたる間にクアハウスは幾度かの不沈を経験した。例えば第一次世界大戦中は富裕な旅行者が激減した。しかし1920年代までには 第一次世界大戦で新たに富を得た者たちが、旧来クアハウスの名声を維持してきたヨーロッパ人にとって変わって現れた。バーデンバーデンのクアハウスは、時として国際的なニュースに躍り出ることがある。バーデンバーデンカンファレンスセンターがこれらの国際的なイベント、会議の主催を行う。1925年、国際チェスマスターズトーナメントの第21ラウンドが、 バーデンバーデンのクアハウスにおいて開催された。このクアハウスラウンドは4月16日から5月14日まで、続き5月23日からのマリエンバードがクアハウスにおいて開催された。国際オリンピック委員会の第84回会議として開催され、オリンピックムーブメントの発展、成功に関わる幅広い代表者が出席した。会議には、 競技に参加する世界147カ国及び26の国際的なスポーツ連盟の代表が集まった。加えて開催地候補となる5つの都市からの代表も参加した。それぞれの候補地が公式のプレゼンテーションを行い、翌日に IOC の投票が行われた。カルガリーが1988年の冬季オリンピックの開催地に、 ソウルが1988年の夏季オリンピックの開催地に選ばれた。北、大西洋条約機構の2009年、ストラスブール・ケールサミットの第1回の公式イベントが2009年4月3日夜にクアハウスのフロレンティンの間において行われた。大型の馬蹄系のテーブルが28カ所に置かれ、各国の指導者が食事を取りながら意見交換を行った。 食事に先駆け、クラシック音楽が演奏された。ドイツ人バイオリニストのアンネ・ゾフィー・ムターによるヨーロッパやアメリカの作曲家の作品でヨハネス・ブラームスのハンガリー部曲ホーダウン及びアメリカの作曲家アーロン・コープランドのロデオが含まれていた。演奏の様子はウェブのストリーミングで公開されたが、その映像ではクアハウスのシャンデリアが アクセントで用いられていた。また、入り口の階段に並行しての芝生の円を、加盟国の国旗が、端から順番に、ポールに形容されていくという思考も凝らされた。さらに、北、大西洋条約機構のシンボルカラーの青に、彩られた人工の雷の光が、外壁の白と対象をなして、玄関のポーチの中列の後ろに映し出されるという、演出もあった。 ありがとうございます。